All Eyes on 慶喜、慶喜への熱視線。今年2月11日、キャンプ3日目のこの日、ドジャースの公式インスタグラムにこのような一言とともに1枚の写真が投稿されました。そしてそこに写っていたのは、投球動作に移ろうとしている山本投手の姿を背後から真剣に見守る大谷選手の姿。この投稿に対してファンからは次のようなコメントが寄せられました。投手の後ろに写っているのは誰だい？ドジャースの未来、ドジャーススタッフ勤務初日、知ってるよね、神だよ、夢のような写真だな。またその同じ日には、大谷選手が山本投手やデーブ・ロバーツ監督を交えて談笑する場面も見られました。山本投手は大谷選手やロバーツ監督との会話の内容について問われ、次のように答えています。球種の話だったり、まあそんな感じです。アドバイス？そういうのはないですね。ピッチングのことを話しました。チームメイトとしての大谷選手と山本投手の交流が垣間見えて、ファンとしてはなんだか嬉しい気持ちになってしまいます。さらにそんな山本投手の投球を時にうなずきながら見守る大谷選手の姿を、ドジャースの公式 X、 旧 Twitter が動画で公開すると、ファンからは次のようなコメントが寄せられました。こういう光景がこれからずっと見られるのだと実感。リアルボス翔平、貫禄ありありなピッチングコーチみたいな大谷くん、翔平コーチ素敵、もはや監督やコーチの風格、監督の佇まい、まさに大谷投手コーチとも言えるような圧倒的な貫禄にファンたちも大興奮の様子ですね。またまるで監督やコーチオーラがにじみ出ているのが、アップの際に大谷選手が腕組みをしながら同僚であるヘルナンデス外野手をにこやかに見つめるこの写真、まるで指揮官のような姿は大きな反響を呼び、ファンからは次のようなコメントが寄せられました。監督かも、なわけないか。実際大谷さんって投手も野手も二刀流のこともわかるから、規格外の監督になりそうですよね。そう、大谷選手からあふれるもう一つの才能とは、指導者としての才能。この写真だけでもすでに貫禄抜群ですが、実際にドジャースのチームメイトも、そしてエンゼルスの元チームメイトも大谷選手から大きな影響を受けてきたようで、そのアドバイスの説得力は折り紙付きのようです。ということで、今回の動画では大谷選手の指導者としての素質が垣間見えるエピソードについて紹介していきたいと思います。大谷選手の10年後を想像させる深い内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。ドジャース首脳陣も期待するチームメイトを導く大谷の背中。コーチのような姿も注目される大谷選手ですが、そんな大谷選手の背中にはドジャース首脳陣たちも大きな期待を寄せているようです。3月6日のオープン戦、ホワイトソックス戦で山本投手と初共演することとなっていた大谷選手について、ロバーツ監督は大谷選手の渡米当時を思い出しながら次のように語っています。翔平が6年前にここ米国に来た時は、彼をサポートしてくれる体制が今までとは違っていて、時には大変だったと思います。ロバーツ監督の言う通り、大谷選手よりも前に多くの日本人選手がメジャーリーグに挑戦していましたが、投打二刀流は前例がありませんでした。メジャーで二刀流という誰も経験したことがない挑戦には多くの苦労があったことでしょう。しかしそんな中でも数々の苦難を乗り越え、メジャーリーグのスター選手にまで上り詰めた大谷選手。そんな大谷選手の存在は、今シーズンから満を持してメジャーリーグに挑戦する山本投手にとっても素晴らしい手本となることでしょう。ロバーツ監督は今年のキャンプというわずかな期間の中で、大谷選手という存在が山本投手に与えてきたサポートについて次のように振り返っています。慶喜は大谷にいろいろと教えてもらうことができる。ブルペンを見守ったこともあったし、慶喜がレンジャーズ戦で投げた時は遠征先まで行って彼をサポートし投球を見守った。またロバーツ監督は山本投手の入団にあたっても大谷選手の影響力は大きかったのではと推察しています。ロバーツ監督は山本投手の決断について次のように語っています。大谷の存在は明らかに大きかったと思います。
大谷選手の存在が山本投手の決断に少なからず影響を与えたことは間違いないでしょう。また3月6日のホワイトソックスとのオープン戦では山本投手が先発登板し、初回にワンアウト1・3塁のピンチを背負った際、ロバーツ監督が大谷選手と一平さんを交えて熱心に話し込むというシーンが見られました。まるで監督が大谷選手に今日の山本投手の調子を聞いているようにも見えるこの映像に、ファンからは次のようなコメントが寄せられました。なんかベンチで大谷さんと一平さんと監督話してるけど、吉野部君のことかな。大谷さんは何を話してるのかな。もし試合中にロバーツ監督からも相談を受けていたのだとしたら、大谷選手の信頼度は本当に計り知れませんね。さらに2月27日には午前8時半過ぎにキャンプ施設に姿を現した大谷選手がクラブハウスでおもむろに段ボール箱を開封し、中からなんと外野手用グラブとファーストミットを取り出すという様子が見られました。背番号17が入ったニューバランス社製の新調グラブを手に感触を確かめた大谷選手。今シーズンは打者に専念することを明言している大谷選手はグラブを新調し、確かめた意図について次のように語っています。そういうこともあるかもね、という、みんなに言えることですけど、そうなってからでは遅いので、事前の準備がどういう時も大事。このような大谷選手の準備力、考え方に対してロバーツ監督は最優先は DH としながらも次のように語っています。彼の考えがいい状態を整えるため、またそれがドジャースの手助けになるのなら、それは賛成だ。続けてロバーツ監督は大谷選手の準備の姿勢について次のように称賛しています。どうなるかわからないが、可能性を考えてそうする姿勢はチームに好影響を与える。どんな形でもチームの勝利に貢献したいという大谷選手の意思表示は、チームメイトたちの勝利への意識を高めることにもつながっていくことでしょう。またロバーツ監督はそんな大谷選手に対してファンとしての思いもあるようで、2月14日の取材では次のように語っています。監督として選手やコーチが彼のやり方を知ろうと観察している姿を見ることは楽しいことだ。私も彼のことを知りたい一人だ。間違いなく好かれる人間で、彼のような性格の持ち主がチームにいることは幸運なことだ。大谷選手の魅力はロバーツ監督さえも虜にしてしまっているのですね。また大谷選手の加入はドジャースというチーム全体にも大きな影響を与えているようです。ロバーツ監督は大谷選手がチームに与える影響について次のように語っています。彼が口にした全てのことが勝つことに関することだ。そういう選手がいるとクラブハウスにいる全員がその選手に共感する。またロバーツ監督は次のようにもコメントし、大谷選手に大きな期待を寄せています。最高のリーダーは正しいやり方でできる選手だ。チームをリードしていく存在としても大谷選手は一目置かれているのですね。また NBA プロバスケットボールのレジェンドでドジャースの共同オーナーであるマジック・ジョンソン氏は、地元ロサンゼルスのテレビ局 KTLA の番組に出演した際、司会者から大谷選手について問われると次のように語っています。ロッカールームも試合自体もファンさえも変えることができる選手、大谷とはそんな選手だ。ジョンソン氏の目から見ても大谷選手の影響力は凄まじいものなのですね。またジョンソン氏は大谷選手のエンゼルスでの活躍についても称賛した上で、次のように期待のコメントを口にしています。彼はドジャースでプレーする前からエンゼルスでもすでに圧倒的な選手だった。そして今その圧倒的力をドジャースで発揮してくれる。さらにジョンソン氏は大谷選手も含めたチーム内の状況を事細かに把握しているようで、大谷選手の立ち回りについて次のように称賛しています。このオフシーズンもロッカールームやウェイトルームでの彼は素晴らしかった。彼は口数は少ないが、彼のトレーニングメニューは信じられないほどすごい。それが周りの選手にもよく伝わるんだ。ドジャースという新天地でも
大谷選手の影響力は健在のようです。大谷から学びを得るドジャースのチームメイトたち、このように影響力抜群の大谷選手は早くもドジャースのチームメイトたちを魅了しています。元エンゼルスでドジャースとマイナー契約を結んだクリス・オーキー星は、エンゼルス時代に大谷選手とバッテリーを組んだ経験も踏まえ、大谷選手について次のように語っています。とても素晴らしかった。受けていて楽しかったし、どの球も良かった。またオーキー選手は、大谷選手がメジャー通算500奪三振を記録した時にマスクをかぶっていたキャッチャーでもあり、そのことはオーキー星にとっても良い思い出になっているようです。オーキー星は当時を振り返り、次のように語っています。とても粋だった。500奪三振と100本塁打はベーブ・ルース以来の記録だよ。あれに関われたのはとても粋だった。彼との経験すべてが素晴らしかった。そんな大谷選手と再びチームメイトとして戦うオーキー星は、大谷選手について次のように語っています。翔平は常軌を逸脱している。彼の物事の進め方、そして試合中のやり方も若手の参考になる。見ていてとても楽しい選手だ。ドジャースでも大谷投手とオーキー星というバッテリーが見られれば、ファンとしてはとても嬉しいことですよね。また2月11日、大谷選手がアリゾナのキャンプ地で初めての屋外でのトレーニングを行った際には、そのトレーニング姿に感嘆する同僚の声が聞かれました。過去に2度2桁勝利を記録している29歳右腕ウォーカー・ビューラー投手は、大谷選手のトレーニングについて次のように称賛しています。データを集め、全て考えて動いていると思う。だから彼は別次元のアスリートなんだと思う。才能がある選手でもハードワークをする。ハードワークをする選手が才能を打ち破るという言葉があるが、彼はその両方をやっている。見ていてとても楽しいよ。また26歳の有望株ギャビン・ラックス選手は、地元紙ロサンゼルスタイムズの取材で大谷選手について次のように語っています。最高だ。彼がどれほど優れた野球選手なのかは誰もが知っている。さらにそんな大谷選手のトレーニング姿を実際に目にしたラックス選手は次のように語っています。裏側の努力を見ることができ、本当に印象的だった。また今年からドジャースに新加入した元マリナーズのテオスカー・ヘルナンデス選手は、1月16日地元放送局スポーツネット LA の番組に出演した際、大谷選手とチームメイトになったことに対し、次のようにワクワクのコメントを口にしています。大谷とこれまで対戦してきた。本当に尊敬している。今度は一緒にプレーできて、間近で彼のパフォーマンスを見られるのですごく興奮しているよ。さらにドジャース移籍後初となる実戦形式の打撃練習を行った際には、同僚である JP ファイアライゼン投手からセンター右にライナー性のホームランを放った大谷選手。この移籍後第1号を被弾した右腕ファイアライゼン投手は、大谷選手と対戦する際の独特な雰囲気について次のように語っています。翔平が打席に立つと誰もが静まり返る。またファイアライゼン投手は大谷選手の注目度の高さについて次のようにもコメントしています。翔平が打っているから見に行こうという感じ。彼が注目されているのはクールだし、間違いなく彼のプレーを見るのは素晴らしいことだ。大谷選手のプレー姿はドジャースのチームメイトからも注目され、チームメイトたちに大きな影響を与えているのですね。エンゼルス時代にも見せていた大谷コーチの片鱗。このようにチームメイトたち、そして首脳陣からも注目され、良きお手本となっている大谷選手、時には直接アドバイスをしてコーチとしての一面も見せてくれます。そのコーチの片鱗はエンゼルス時代から垣間見えていました。昨年4月24日のアスレチックス戦に登板したエンゼルスのホセ・スアレス投手は、イニング間に大谷選手からこんなアドバイスをもらったのだといいます。癖が見抜かれていると3回終了後に言われた。スアレス投手はこの日3回までに5本塁打7失点と大きく崩れていました。
しかしこの大谷選手のアドバイスを受け、4回以降のスアレス選手は試合序盤よりもグローブをベルトに近い位置にセット、フォーム修正を行い、4回5回の2イニングは持ち直して無失点で切り抜けることができたのです。スアレス投手が大谷選手のアドバイスを受けて持ち直したことは、創刊70年近い老舗スポーツ誌スポーツイラストレイテッドもこのように報じています。大谷はこの日 DH での出場だったが、ラインナップのどの位置にいても試合のあらゆる局面に影響を与えることができることを証明した。そしてこのアドバイスもあってか、スアレス投手は5月1日の登板でも5回無失点に抑え、勝利投手となりました。こうした活躍を受けてアメリカのファンはこのように反応しています。大谷が投球の癖が見抜かれていると指摘して以降、ホセ・スアレスは7回無失点、2安打、4四球、8奪三振。それまでの彼の防御率は10を超えていた。大谷を投手コーチにしよう。大谷をエンゼルスの新しいオーナー、GM、監督、打撃コーチ、投手コーチにしてくれ。球団は彼に史上最大の契約を与えるだけでなく、彼のコーチ料も払う必要があるのか？大谷さん、絶対的な強打者、エース投手、投手コーチ。彼は一体エンゼルスで何をしたいんだ？さらに、シーズン終盤の9月17日、シーズンの残り試合欠場が決まっていた大谷選手は、17日の試合中、ベンチ内で新人遊撃手のネト選手に身振り手振りを交えて、熱心に打撃の指導を行う様子が見られました。この動画をアメリカの投球分析家ロブ・フリードマン氏が自身の X、旧 Twitter で「ショウヘイコーチ」と一言添えて投稿すると、アメリカのファンたちから次のような称賛のコメントが相次ぎました。彼に10年で7億5000万ドルをあげて選手兼監督にすればいい。選手、コーチ、監督、そしてすぐに球団オーナーに。本当にこの男には尊敬するよ。三刀流。待てよ。もしかしたら彼に3つ目の仕事をさせたら、彼らはついに勝てるんじゃないか。正式に三刀流になった。一流の行動ね。また、そんな大谷選手の後輩思いな行動に対し、エンゼルスの監督を務めていたネビン監督は次のようにコメントしています。監督やコーチより大谷が言う方が響く。若手にとっては大事な存在だ。エンゼルス時代から大谷選手は監督にも一目置かれる存在だったのですね。また地元放送局バリースポーツウエストでレポーターを務めるケント・フレンチ氏もこの大谷選手の行動を次のように絶賛しています。ファンにとって大きなことですが、チームメイトにとっても大きなこと。最高の選手からアドバイスをもらうことができた。さらに元エンゼルスのギャレット・アンダーソン氏も大谷コーチの存在について次のように称賛しています。間違いなく言うことを聞きたい人です。なぜならどこにでも打てるから、多くのことをアドバイスできる。圧倒的な実力を持つ大谷選手だからこそ、そのアドバイスの説得力は素晴らしいものなのですね。そしてそんな大谷選手から実際にアドバイスを受けたザック・ネト選手は、昨年9月18日のタイガース戦試合後のインタビューで、あなたに彼が伝えたことで一番大きなことは？という質問に対し、次のように答えています。自分らしくいればいいと言ってくれるんだ。彼は冷静になる方法や考えすぎないことについてたくさん話してくれる。クリアな気持ちで打席に立ったり守備についたりできるようにね。だから僕は毎日彼にいろいろとありがとうって伝えているんだ。さらにネト選手は大谷選手に対して次のようにリスペクトの気持ちをあらわにしています。彼は見ていて素晴らしい野球選手だ。ロールモデルだよ。彼は僕の面倒を見てくれているんだ。彼のような選手についていきたいと思わない人がいるだろうか。後輩からの絶大な信頼を誇る大谷選手。エンゼルス時代からチームメイトからどれほど信頼される存在であったかがよく伝わってきますね。またネト選手は
大谷選手から実際にベンチでどのようなアドバイスを受けたのかを問われると、次のように答えました。僕の映像を見て、感想とどうするべきか教えてくれた。一貫性のあるフォームにすべきだと言われた。速球に振り負けないこと。大成功した選手だから、ここにいるのはいいことだ。そしてその試合後、大谷選手は怪我の治療のためにチームから離れていったのですが、その日、大谷選手からネト選手へ大量のアドバイスメールが送られてきたのだといいます。ネト選手はインタビューで次のように語っています。昨日は何本も大谷から指導を受けた時の動画が届いたんだ。本当に感謝している。そんなことをしなくてもいいのに。だからメールで感謝の気持ちを伝えた。そして大谷選手からアドバイスを受けたネト選手は翌19日のレイズ戦で見事に9号ソロホームランを放ってみせました。ネト選手は大谷選手からの指導を振り返り次のように語っています。打席で成功を収めるために改善すべき点を挙げてくれた。忘れていた基本的なことを思い出させてくれた。試合で自然にできるよう今日の打撃練習ではそのことを意識した。間違いなく大谷がいることはクールだ。大谷選手のアドバイスがネト選手の本来持つ力を引き出してくれたのかもしれませんね。また大谷選手のアドバイスについてネト選手から話を聞いていたネト選手の父ホアキンさんはインタビューで次のように語っています。実はその夜にザックに翔平は何を教えてくれたんだと電話したんです。翔平はいくつか打席を見た上で間違ったことをしていると指摘してくれたと言っていました。そして翔平の目にはザックがおじけづいていたように見えたそうで、落ち着いて打席に立つようにとアドバイスをくれたようです。さらにホアキンさんはネト選手から聞いたエピソードについて次のように明かしています。翔平からスイングに関するアドバイスをもらったことを教えてくれました。大谷から課題をもらったそうなので、次の日にザックは取り組んだそうですよ。そしてホアキンさんは大活躍を見せてくれた息子、そして息子に的確なアドバイスをしてくれた大谷選手について次のように語っています。父としてほっとしています。翔平は素晴らしい、グレートですね。大谷コーチはエンゼルス時代からチームメイトに大きな影響を与えてきたのですね。エンゼルス首脳陣も信頼していた大谷のリーダーシップ。このようにコーチとしての片鱗を見せてきた大谷選手のリーダーシップにはエンゼルス首脳陣も信頼を置いていました。先ほども紹介したように負傷者リスト入りしていたにもかかわらずベンチで熱心に後輩にアドバイスを送っていた大谷選手。エンゼルスのネビン監督はそれまでにも大谷選手がベンチにいることが若手選手に好影響を与えると繰り返し口にしており、昨年9月の光景を目にした際には次のように語っています。いつもは見られないと思うが、彼は試合後や試合前、打撃ケージ内で同僚と話したりしている。今ダグアウトにいるから見かけることが少し多いのだろう。彼はいつもそういうタイプのチームメイト。またネビン監督は大谷選手のようなベテラン選手の与える影響について次のように語っています。野球で教わることのほとんどはチームメイト、特にベテラン選手から。ソックスの履き方しかり、どういう話をしているか、どのように行動しているか彼らは見ている。そしてその偉大さを真似たいと思うもの。さらにネビン監督は大谷選手という偉大な選手の存在がチームメイトに良い影響をもたらしているとして次のように語っています。我々のチームには若い選手がたくさんいる。今日は新人のシャニュエルがメジャー初本塁打を放ち、ベンチで翔平からハイタッチをしてもらった。僕や他の誰かが握手するのとはわけが違う。全員でシャニュエルにサイレントトリートメントもしたが、若い選手にとってはコーチや監督よりも翔平から得られるものに意味があるんだ。翔平はみんなを引っ張っている。これは重要なことなんだ。
ネビン監督にとっても大谷選手が若手選手への影響という面においていかに大きな存在であったのかがよくわかりますね。またエンゼルスのミナシアン GM も大谷選手が若手選手に与える影響力を強く感じていたようです。ミナシアン GM は過去のインタビューで次のように語っています。この仕事、編成責任者で大事なことの一つは若い選手を育てることだ。そのためには模範となる選手が欲しい。投打両方の能力を発揮するためには多くの準備が必要だ。多くの選手たちが翔平の準備を毎日見ている。すべての選手にとってこれほど素晴らしいお手本はない。投打二刀流としてこれまで何度も大きな壁を乗り越えてきた大谷選手だからこそ、選手たちの悩みはよく理解しているはず。投手として、野手として、等身大のアドバイスを与えられる大谷選手は、本当に全ての選手たちが頼りたい存在だったことでしょう。今年はドジャースの一員として、主に DH として出場する大谷選手。二刀流だった去年と比べて、おのずとベンチにいる時間も増えてくるはずですから、もしかするとドジャースベンチの中でも若手選手にアドバイスを送る大谷選手の姿が見られるかもしれませんね。大谷翔平が思い描く指導者としての未来計画。投打での圧倒的な実力だけでなく、チームを引っ張っていく存在としても期待される大谷選手。そんな大谷選手は実は高校時代に書いた人生設計シートの中で、将来は指導者になりたいという考えを明らかにしています。実際に18歳の頃に書いた人生設計シートには次のような内容が記されていました。40歳引退、41歳日本に帰ってくる、42歳日本にアメリカのシステムを導入、57歳プロ野球界から引退、58歳岩手に帰ってくる、59歳リトルリーグの監督になる、61歳リトルリーグで日本一になる、62歳3年間岩手の野球向上のため野球を教える、63歳3年間岩手の野球向上のため野球を教える、64歳3年間岩手の野球向上のため野球を教える。もしここに書かれていることが実現すれば、メジャーリーグや日本でのコーチや監督、そして地元岩手で野球を指導する大谷選手の姿が見られるかもしれません。これまでも幾度となく有言実行を果たしてきた大谷選手ですから、ここに書かれているような指導者としての姿も期待してしまいます。選手として、そして未来の指導者としてチームを引っ張っていく大谷選手。これから大谷選手のいろいろな顔が見られることがとても楽しみですね。新チャンネルのご紹介、最後までご覧いただきありがとうございました。最後に一つご紹介です。当チャンネルで動画編集者をしていた方が独立して新しいチャンネルを立ち上げました。その名もビッグフライ大谷さん。このチャンネルでは我こそは大谷マニアだという方向けに、マニアックなネタを一本一本丁寧に作り込んで投稿していきますので、ぜひご覧いただければと思います。またシーズン中は毎月今月の大谷翔平まるっと総集編という動画を出そうと思っておりますので、今のうちにチャンネル登録をお願いします。さて、いかがだったでしょうか。今回の動画では大谷選手から漂うベテランの貫禄と指導者の素質と題して、プレイヤーとしてだけでなく指導者として素質を見せる大谷選手のエピソードやチームメイト、首脳陣のコメントについて紹介してきました。投手、打者、コーチという大谷選手の三刀流の活躍はチームメイトや首脳陣からも絶賛されているのですね。そして今シーズンからはドジャースの一員として新たな一歩を踏み出した大谷選手ですが、ロバーツ監督は2月19日のインタビューで、そんな大谷選手の印象について次のように語っています。まだ短い時間しか過ごしていないが、その中でミーティングにもしっかりと参加して、チームメイトたちとのイベントなども顔を出すんだ。一緒に過ごさないと選手の本質はわからないものだ。
彼はチームや組織での自分の立場を分かっているし、私も彼との時間を楽しんでいる。続けてロバーツ監督は大谷選手について次のように語っています。とても謙虚で才能にあふれているが、いろいろなことに気を配っている。だがいざ野球となるとライオンのような勝負師の一面を見せる。彼を知れば知るほど魅力的なんだ。いろいろなことに気を配れる能力が大谷選手のチームやチームメイトを動かす力につながっているのかもしれませんね。プレイヤーとして、さらには指導者としても素質を見せてくれる大谷選手。これから大谷選手がドジャースでどのような活躍を見せ、そしてどのような顔を見せてくれるのか、さらには今後指導者としてどのような姿を見せてくれるのか、ファンとしては楽しみがつきません。これからもそんな大谷選手を全力で応援していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またたくさんのコメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。